こうじゃないか？こうっぽくない？今も僕は正解を引いたと思います。イエーイ。今のはめちゃくちゃスマートにパズルを解きましたね。じゃあ行こうか。僕が親だなんて、さあどんなところに飛ぶのかな。また元に戻るんだとしたら幼少期に飛ぶと思うけど、お、ちょっと成長しているか。まだチェロ持ってるんだな。なんか学校のさ、その決まり事というかイベントっていうのかな、なんか音楽の授業とかで配られた感じじゃないのかな。なんかしっかり続けてる感じするけど。飛ばされたね。あ、じゃあ随分離れちゃってるな。ここからじゃコリンが見えない。出現点がずれちゃったのかしら。大丈夫、ここは俺に任せて。何をする気だニール。ん、何をする気だ。んニール、いい？壁の向こう側へ行ければ問題解決よ。何をする気か知らないけど、頼むからあんまりややこしくしないで。大丈夫だって、これ以上ないくらいシンプルな策だ。ん？お？なんだ？それって、じゃーん！フックガン！いいじゃん、一度やってみたかったの。まあいいなら、それぐらいならまだ普通の範疇。でやー！感じる、感じるぞ。は？このフックガンは、天をも動かすフックガンなのだ！どこまで行くねー。何に刺さった？うわー。これ、これ、僕があまりにも力を込めすぎたから、これ木製持ってきた。やばすぎる、ピーショル。どんなボケ方なんだ。あまりにもボケ方がスケールデカすぎて、僕はポカーンってなってしまったぞ。ニール、今すぐその木星を軌道上に返しなさい。ちゃんと元の大きさに戻して。大丈夫だって、コピペだから。カッターのペーストじゃないから。どういうこと？しかも一番は自動再生だしね。あとは、局所重力をオンにして。ちょ、ま、どういう、何やってんの。ああ、くっついちゃってるじゃん。なるほどね。木星側に重力があるわけね。何が、フックガン使ってってエヴァも言ったじゃん。はい、重力オフにしますよ。ああ、落ちる。何のために木星さん、さよなら。ほんと助かりました。挨拶していったし、穴開いてたし。ブラックホールじゃなかっただけ、まだマシね。ニールならやりかねないもの。なんか言った？別に、行きましょ。物理学者のボケ方は、スケールが大きいね。物理学者って、大変だな。大変なのか？夜更かしして悪い子だな。ちょっと大きくなってるね。あ、向こう側にもいるじゃん、フェイちゃんが。無理だってば。あ、また飛ばそうとしてんの？絶対こっちまで届かないよ。遠すぎるもん。それよりさ、この前のお話の続きは？お話？ちっちゃい頃に怪我した鳥を助けたお話。そんな大した話じゃないよ。よく歩け。翼が折れてて、しばらく世話してあげてたけど、結局、動物のお医者さんが連れてっちゃった。それで？それで、その後僕はその鳥をこっそり連れ出そうとしたんだ。お医者さんより自分の方がちゃんとお世話できると思ったの？そんなわけないよ。ダメなことしてるって、
自分でも分かってた。じゃあなんで？あの鳥しかいなかったからかな。僕の友達なんか離れるのが嫌だった。ちょっと大げさすぎない？犬とか猫ならまだわかるけど、鳥でしょ？だから話したくなかったんだよ。フェイちゃんはそういうところでも可愛いと思わない？なんかさ、こういう話をさ、その聞いた時になんかこう真剣にこう聞いてくれる人、自分のことのように思ってさ、真面目に聞いてくれる人もさ、すごくいいと思うの。まあ僕も実はそういうタイプなんですけど、そう、自分のことのように思っちゃう人もいればさ、なんかこんな感じでさ、軽く受け止めてくれる人っているじゃないか。いるじゃないか。いるじゃないですか。で、そういう人の存在もめちゃくちゃありがたいよね。なんかその、自分の視点ではさ、なんか、考えられないさ、捉え方をしてくれる人っていうのかな。あ、なんかそんなに悩まなくていいのかなって思わせてくれる人っていうのか。なんかその、なんかコリン君にとって、コリン君って多分さ、結構ネガティブなタイプっていうか、いろんなものを重く受け止めてしまうタイプだと思うんだけど。だからその、隣にいるさ、このフェイちゃんのさ、その、こういう、軽いところ?軽いところっていう言い方はもうあれだけど。まあ、こういう性格って結構救われる部分あると思うんだよね。そう思いません?この話を聞かせるとみんなそういう反応するんだ。それか退屈して居眠りするか。だろうに。だって感じ方って人それぞれじゃん。別に鳥の話なんてどうでもいいって思っちゃう人がいても仕方ないんじゃないかな。みんなにとってはどうでもよくても、コリンにとってはその鳥が特別だったってことじゃない?すごいいいこと言うじゃん。それか、コリンの話し方が下手くそだっただけか。僕はみんなにも共感してほしかっただけだよ。でも、その結果どうなった?何でも人に話せばいいってわけじゃないんだよ。誰にも話さずに、心にしまっておくべきこともある。で、最後はどうなるの?フェイちゃんも結構抱えてんのかな、何か。最後は、その鳥、飛んでっちゃったと思う。いなくなっちゃったんだ。でも、ある日、お別れを言いに戻ってきたような。ような?わかんない。僕、小さい頃よく現実と想像をごちゃ混ぜにしてて、空想癖っていうの?そういうのがひどい子供だったんだ。お、目がキラキラしてる。いけー!お、届いたじゃん!それが今じゃもっとパワーアップしちゃったってわけか。でっかい紙飛行機で空を旅するところを想像したりもしたよ。世界中を旅して空からいろんな景色を見て、ベランダからベランダへだってひとっ飛びだ。バカみたい。紙飛行機に乗って飛べるわけないじゃん。そんなのわかってるよ。てか、そんなに空飛びたいならパイロットになれば?はは。本気?本気だよ!なんで?なんでって、パイロットなんてそんな簡単になれるもんじゃないし。なんで?だって、そもそもなる方法がわかんないよ。飛行機は空港から飛ぶから、空港行って聞いてみたら?そんな、単純な話じゃないんだってば。単純な話にちゃえばよくない?フェイちゃん。あ、電気がついた。コリン、私、もう行かなきゃ。わかってる。フェイちゃん、めちゃくちゃいい子だな。ねえ。明日、空港を探してみるよ。笑ってくれたね、今。うわぁ。これは特別だよな。
やっぱり自分の夢に関わっていたかフェイちゃんは。おや、メモメモ、フェイはコリンに空港を探せば飛行機の操縦の仕方がわかるかもと提案した。すごいいい子だな、フェイちゃん。なるほど、パイロットを目指したのは仲良くなった隣の女の子に言われたからか。なるほどね。なんか音が鳴っているだが、あれ、こん、あれ、お、お、みんなこんち、みんなのためのテディベア、ふんもふんもガチだよ。今日もこのゲームファインディングパラダイスをやっていきたいと思います。ポスターのバーゲンセールにでも行ったのかしら。そういう年頃になったんだよ。いろんなものを貼りたいお年頃か。これ見れんのかな。サンゴ礁に囲まれた南の島のポスターだ。これどこで見たんだっけ。お家だよね、老年期の家のベッドの上に飾ってある絵。あれと同じ場所の写真ね。それとこれと全く同じ写真が今の屋根裏部屋に飾ってある。ティーンエイジャーにしてはポスターの趣味が渋いよな。うん、元から好きだったんだな。てかそんなに空を飛びたいならパイロットになれば、フェイは言った。本棚にあった緑の手帳はただの日記帳ってこと。そうみたいだね。今日記帳を読んだのか。ちょっとね、いろんなねバグがやっぱりあるみたいなんで、解釈は難しいけど、多分こっち向きで用意したから下のページを触ったんだと思う。あ、オッケーオッケーオッケー。これはなんだ、ホラー映画のポスターだ。へえ、意外な趣味ね。うん、確かに。ベランダ付きの部屋を子供部屋にするなんて、無遊病を発病したら大変なことになるのに。そういう解釈なんだね。これは何ですか。 SF ホラー、往年の名作など、いろいろな映画のビデオテープだ。もしかしてあっちの部屋、あ、行けるのかなーって思ったんですけど、ルドックを触ったね。また行けないんだね。了解です、了解です。じゃあ行こっか。割ってないんだよね。そしてなんだろうな、なんかいけないことしてんのかな、僕が。なんか悪いことしてるっぺですか。ほい。これは、こうで、こうで。いや、上のやつどうすんだ、これ。上のやつはもう積んでしまったんじゃないか、これ。あ、消えた。消えたが、こうでこうで、積んだ。これは、積みましたか。ふわふわガチはまた積みを作ってしまったですか。あ、これ、いや、どうだ。え、これ積んだか。これは、なんかすごい回ってんな。いや、これ積んでないな。なんかご利用して、いけたか？いけましたね。よかった。すぐ積んだっていう。じゃあ行こうか。次ね。またの、これは子供時代だから大人の時代に戻るのかな？あれだよね。お子さんが生まれたシーンに飛んだから。お、これはパイロットになりたてみたいな頃かな？もしかして。あっさりパイロットになっちゃったな。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。どうせ最初からネタバレしてるじゃない。それはそうみたいな感じ。オークランドセンター、カクタス135、クルージングフライトレベル2970 3、カクタス135、オークランドセンターアルティメットセッティング37、アルティメイト37、カクタス
1,3,5 アウト。全然意味がわからないだが。いいかね、新入り。規定にのっとり、必ず正式な無線用語を用いること。必ずだ。無論、無線で通信していない時もだぞ。家でも、奥方との会話でもだ。ですが、チーフインストラクターの話では、私がチーフインストラクターに見えるかね？なんかすごいヒゲだな。くるんとしていて、ブロンドのヒゲなの。そのチーフインストラクターの顔にも、このようにワールドクラスの立派なヒゲが生えているのかね？入社して最初のフライトだからといって、甘やかすつもりは毛頭ない。困ってる。私の副操縦士を務めるからには、君が口にしていいことは二つだけだ。一つは排気帳。もう一つは着陸装置展開完了。ははは、面白いですね。私の顔が面白いと。あ、いえ。君が口にしていいことは二つだけだと、たった今言ったばかりのはずだが。ジョークじゃない。排気帳。では私の顔が面白いというのかね。ああ、着陸装置展開完了。まったく。近頃の新入りは顔がいいだけで頭が空っぽのやからばかりだ。顔はいいってこと？マジですか？まあ記憶は誇張されることもあるからそのせいだと思いたいわね。エルンスト機長。見たいっぴですけど。ちょ。おっ、なんだ。ちょ。見たい。今の絶対見たい。なんて書いてあんの？ワールドクラスの立派なヒゲ？書く必要あった。だかこれ。これ書く必要あったかポイント入りましたね。愚鈍な新入りはいらんとあれほど言ったのに、なぜわざわざ愚鈍な新入りをよこすのだ。なんでそんなひどいこと言うの？排気帳かわいそう。まだこの手帳に日記をつけてるのかしら。フライト前のチェックリストが貼り付けてあるだけだな。すごいね。なんか何でも手帳だったんだ。